はい、動画をご覧の皆様、竹内です。こんにちは。ということで、今回特別編と、書いてありますが、毎週ね、特別登録時点総合評価指数っていうのをアップしておりますが、まあ考えてみると、その前はね、いろんなパターンで動画をアップして、まあ、僕自身が出たりもしてましたし、まあターゲットの使い方であったり、まあなんやかんやね、いろんなことをやりました。まあ海外競馬の予想とか、まあそれはね、今年もやる予定ではあるんですけど、まあ、でもね、最近なんか特別登録時点総合評価数ばっかりだなぁということで、僕自身も他のアップしたいなぁと思ってましたし、まあ見てくださる方とかね、メルマガの読者さんとかにもそう言われてたんで、今回ちょっと特別編ということで、久しぶりに、ちょっと違ったやつをアップしたいと思います。アップしたいと思いますというか、アップしてます。これですね、今皆さんが見ている。はい。まず、この画面ですが、まあ、休み明けの馬、まあ、12週以上ぶりのレースと定義しますが、これ、関東馬、関西馬合算で、まあ、回収率が 71% ぐらいしか、ありません。まあ、その中でですね、関東馬をチョイスしました。関東馬と、半路調教の成績ですね。これ、当該週半路の最速時計です。レース週の、まあ、前7日間に出した半路時計の中で一番早かったものを、数値として各馬に割り当てるものなんですが、まあこんな感じで、数値が出ています。まあこれはまあざっと見ていただければいいかなというところなんですが、うん、まあ反応が、時計が良くてもね、回収がいいってわけではないという感じになっています。で、次、関西馬。関西馬と反応調教の成績。で、こうやって見るとですね、まあそれ49秒台出せる馬なんてほぼいません。が、下の方ですね、遅い馬、60秒以上の時計が一番その馬が、今週出して早かった時計のところの回収率がですね、すごく伸びてます。108% で単勝、副賞が 88% ということになっています。で、まあ、関西馬の当該週半路 60.0 秒以上、まあ、いわゆる遅い馬の成績がいい傾向にあるんですが、この中でですね、当該週半路の持ち時計、これは過去に出した、過去にレースの前に出した、持ち時計ですね、一番早かった時計、いわゆる当該週半路最速時計の中の一番早かったものですね、その馬の歴代の。で、それを見ると、すごくね、大きく成績に差が出てますっていうのが、この結果なんですが、53.9 秒以下の馬が単回数137。54.0 秒以上が単回収 88% ということなんで、要するに休み明けの関西馬は、半路では遅い時を出してます。まあ他のコースでも調教しているでしょう。まあそういう馬なんですが、過去を振り返るとちゃんと早い時を半路へ出せている馬っていうのがすごく回収率が高いですよっていう感じで狙い目になってるんですね。うん。まあこんな感じでまあ馬券も僕自身取ってたりしますが、一つ狙い目として、まあ覚えておくと、お得かなというような、感じです。で、次ですね、いわゆる叩き2走目ですね、っていう、まあ、休み明けを使って、まあ、次のレースは狙い目と。これは本当に多くの人がね、競馬を始めた時、僕もそうですね、まあ、20年ぐらい前でしょうか、競馬を教えてくれる先輩とかね、雑誌とか、競馬記者の方、まあ、テレビなんかでもそうですね、叩き2戦目だから、みたいなことをね、よく耳にしたんですけど、これはもう割とね、データ見てる人は気づいてる方が多いんですけど、叩き2戦目ってすごく回収率低いです。はい。僕自身も頭で馬券買うことはあんまないですね。重賞とかね、は、ここに狙いを定めて、やってきてるんで、こればっかりではないんですが、それ以外のレースは、非常に回収率が低い。まあ、2014年以降で単回収 62% しかないと。前走の着順とか、今走のクラスなど、どう切り分けても低いと。いうことで、まあ、知らなかった人は、その、いわゆる叩き2戦目、2走目っていう言葉にちょっと惑わされないでほしいなというところがあります。うん。本当にこうやってね、多分ほとんどの競馬ファンの人が、競馬、馬券の先輩に教えてもらってたはずだと思うんですけどね。うん。まあ、今でもそういう認識があるから人気被ることがあって低いかなとも思ったんですけど、別に特にね、平均人気が、ある低いわけでもないですし、まあ、高いわけでもないですし、うん、単純にやっぱ、二走ボケっていう言葉もあるぐらいですからね、リスクが結構あるのになぜか狙い目っていうふうに思われているのがこの条件。これは、本当に覚えておいた方がいいと思います。
で、まあ、ただですね、叩き2層目、本当特定の人しか参考にできないネタで、これに関しては申し訳ないんですけど、あの僕の運営しているテイクアップアームズの、あのアームズ指数の1位から5位、まあ、アームズ指数 自体がね、回収率高いものなんですけど、これだと、あの唯一ね、叩き2層目でも狙える条件になるっていうのがこのデータで、まあ、非常にあの使いやすい。あのネタになってるんで、まあ、ここだけ買っておけばいいですし、まあ、逆にあの別にそのテイクアップアームズを使ってくださいともあの売り込みも今しませんけど、あの、まあ、使っていただけたら嬉しいんですけどね、あの売り込みもしないんですけど、ただ逆に言ったら別にこの指数使ってない人は、まあ、別に叩き2層目を無理に狙う必要はないというところで、解決できるということになります。え次、まあ、休み明けの3戦目から5層目ですね。本当に一番走り頃だと僕は思ってます。この辺あたり の条件の馬をね、買うことがとても多いんですけど、まだ芝79で、あと 89%、まあ、回収率的には高い傾向があります。でここからね、さらにちょっと東西芝ダートで分けて、で反路長距離を利用して狙い目をピックアップしていきたいと思うんですが、まず、関東馬の芝、当該周反路最速時計を見ていくと、これもですね、遅めがいいんですよね。もう56秒以上の馬の回収率が 91%、まあ、で58秒以上 97%、60秒以上 103%、 でそれ以下は非常に低いですと、いう結果になっています。で、まあ、56.0 秒以上の馬の回収率が高いということで、まあ、その中でさっきみたいに、ね、当該周反路の持ち時計を見てみようということになるんですが、まあ、57.9 秒以下の馬がすごく狙い目になることが分かります。この赤文字のとこですね。でここのトータルすると回収率 107% なんで、まあ、狙っていけるだろうという感じになります。はい、で次ですね、関東馬のダート、同じように行くと、これもですね、早い時よりは54秒以上、ここがね、がっつり回収率が高いんですよ。はい。それ以下の早いところが回収率を下げているという傾向にあります。まあ、素晴らしい回収率が出てるなという僕的には思うんですが、まあ、54秒以上ですね、の回収がさっきの画面高かったんですが、その中で、当該周反路の持ち時計を見るとですね、まあ、53.9 秒以下の、馬が狙い目になってくるということが、こんな感じで出ております。まあ、結構極端に出ていますし、まあ、持ち時計が 51.9 秒以下の馬っていうところが非常に狙い目の 180%、 ここは積極的にね、狙っていくべきかなと思います。次、関西馬の芝ですね。同じように当該周反路最速時計ということで、51.9 秒以下、早い時を出している馬、まあ、勝率も回収率もバーンと上がります。ただ一番多いね、54から55.9 の回収もまあ高いっちゃ高いということなんですが、まあ、55.9 秒以下が、いいっていう感じにはなってるんですけど、そのそうですね、ゾーンによっては成績が悪いところもあるというふうにさっきの表的には見えます。要するに 55.9 秒、さっきの赤文字の下の方ですね、上の方か、画面で言うと下の方ですね、すいません、側から下を全部拾っちゃえばいいっていう感じもするんですけど、まあ、52から 53.9 の間に関してはそうでもないということで、まあ、55.9 秒以下でまとめて都合よくしてしまう方がですね、本当は該当馬が増えるんでね、競馬ファンの人って喜ぶんですけど、まあ、そうせずにですね、 51.9 秒以下の馬の成績がいいですという部分を覚えておけばまずいいんじゃないかなと思います。で次ですね、関西馬のダートということで、ここはもうね、単純に全ていいに近いです。早すぎる時計を出している馬っては勝率は高いですけど回収が低いんで、まあ、人気していることもあるんですけど、こんな感じで回収率は全体的に高いですよという感じになっております。で、そうですね、52.0 秒以上の馬ですね、さっきの赤字のところの馬をチョイスしてからまた当該周反路持ち時計で絞り込むとですね、まあこんな感じになります。まあ100%のところが2つ並んでるなという感じなんですが、まあそうですね、52から 53.9 のところとか勝率的にも回収率的にもいいかなというところで、ちょっと注目ポイントになるかなという感じです。
で、まあ、その中でですね、52から 55.9 っていう赤文字のところをまあ引っ張ってきて 100% でしたけど、前走着順を見ると、まあ、着順が悪い方が狙い目、まあ、これはもう本当当たり前のことで、まあ、今回のね、今走のオッズが絶対悪い割合が増えるということで、まあ、前走、凡走しているから人気がない、人気がないけど、狙い目になっている、だから回収率が高いですよっていう、まあ、当たり前の仕組みにはなっているんですが、まあ、それがこの表に出てますよというところですね。うん、前走1着2着はまあ買わなくてもいいんですけど、ただ買わないと当然その分、まあ、特に前走2着のまあなんか勝率2割ありますから、まあ、的中はね、する回数は減るんですけど、結局のところは、こういうことで、馬券というのはこういうことで、当たるものをチョイスしていけば回収は下がっていくんですよね。うん。で、当たらない、勝率は低い。低く見えるけど、実際には、その条件よりは高いということで、例えばこれ簡単に言うと、単勝100倍の馬をですね、1% 以上当てることができればプラスになるわけです。で、これ自体ははっきり言って、指数とか調教とか使ったら簡単にですね、1点数パーから下手すら2パーまで、上がる年度とかなんて、いくらでもあります。うん。ただまあ、その、一番人気の馬のね、勝率が、例えば、本当に、上がったところで、まあ、1点何倍になっちゃうような馬も入ってきますから、回収率がね、当てても当ててもマイナスになるっていうことは、多々ありますし、うん。ただ、逆に言えば、じゃあこの画面で言うと、前走10着以下で、勝率 3.7% のものって言ったら、本当に数ヶ月当たらないこともあります。いくら年間でプラスになっても、そこに精神的に耐えれるかどうかっていうことだけなんですよね。ほぼ、ほぼほぼ競馬でとかギャンブルで勝とうと思ったら、そこを耐えれるかどうかの、話で。で、結局それに、耐えれることができるようになった途端に、勝てるようになります。うん。でも、これは本当にそうですね。例えば、うちの読者様で言ったら、競馬をじゃあ今年から始めましたって人が、いきなりそれをできちゃってずっと勝ってる人もいますし、うん。逆に言えば、10年前から、読者さんをしてくださってる方でも、未だにやっぱそれに耐えきれなくなって、結局、一番人気のグリグリの馬ばっかり買っちゃうっていう人もいます。で、それこそ馬券歴ね、30年、40年がある人。それが、未だに結局それはもう、そういう、ま、精神状態っていうか、マインドに変えることができずに、まあ、そのままその競馬ができない年齢であったりとか、まあ、それこそ、まあ、うちの読者さんで亡くなった方もいますけど、人間なんか誰でも死ぬわけですから、最終的には。うん。死ぬまで結局、慣れることができなかったというパターンもあるので、まあ、この辺はですね、本当に気の持ちようだけでもなくてですね、その人その人の何でしょうね、性質といいますか、そういうところもあると思います。要するにその競馬で勝ちたいって思った先に何を見るかだと僕は思ったんですよね。で、僕なんで競馬で勝ちたいと思ったかっていうのは、知ってる人は知ってると思いますけど、うちのおじいちゃんは、僕は会ったことがないおじいちゃんですけど、僕が生まれる前死んでるんでね、まあ、ギャンブルで借金を背負って家族に迷惑をかけて、最終的にもうタコ部屋とかにも入りながら、借金を背負って、死んでいった。その借金をその後、うちの、まあ、僕の育ての親みたいなおばあちゃんがいるんですが、おばあちゃんが一人で返していったっていうところがあって、まあその、いわゆるじいちゃんが負けた金額分ぐらいはギャンブルで取り返してやろうっていう意識がずっとあって、なのでまあその小学校の頃からね、花札とかポーカーとか好きで、その、まあ、うちの親とか、そのおばあちゃんは嫌だったでしょうけどね、僕がギャンブル好きになったのは。だからそのじいちゃんの遺伝で、多分覚醒遺伝でギャンブルが好きで、好きなんですけど、まあ、そこでは、負けたらね、そのじいちゃんの二の舞なんで勝ちたいなっていうところがまず一つ。で、もう一個はやっぱりその、勝てば、まあ、単純に美味しいものも食べれますし、別に好きなとこに行けるし、まあ、好きな服も買えるしっていう、その先ですよね。うん。だから、競馬に対する楽しみ、競馬で当てるとか勝つことに対するその執着心とか、あと楽しみとか、そこに全部、行っちゃってる人は、どうしても、逆にブレると思うんですよね。競馬で当てて勝った先に何をしようっていう、だからもう欲をね、かきすぎた方が多分、僕は期待値が高いところだけ買い続けれるような気が、しています。うん、っていう、
なんでしょう、この真面目な口調で言ってますけど、本当にこれ、競馬ファンの人、今見てくださっている人は競馬ファンの方が大半だと思うんで、競馬ファンとか、まあ、あとギャンブル好きな人とかが聞いてくださっている部分にはふんふんと、まあ、意見の一つとして聞いてくださる方もいるでしょうし、参考になるなって人でっていう思いで聞いてくださっている人もいると思いますけど、これギャンブルやらない人に今の話を熱弁したらですね、もう本当になんかのクズ人間みたいな扱いをされちゃうんですけど、ただ僕はそこがね、真実だと思ってますし、うん、ギャンブル好きでこういうのをやってるっていうことに割と誇りとかプライドは持っているタイプなので、ぜひね参考にしていただければ嬉しいなと思います。はい、まあそんなわけで、今回特別編でやってきましたが、特別といえばですね、ブログアットアギャロップの方では先週末、まあ、先週末って言っても動画いつ見てくださってるかわからないので、9月の最後の週の1個前の週ですねから、ブログの方でですね、ハンド調教と持ち時計を使ったレコードフィルターっていう記事を昔というか今年結構いっぱい書いたんですよ。書いたんですけど、なかなかそこまで環境が整ってない方が多くて、すごい買いたいけど、それを買えないみたいな、その時間が足りないとか、すべがわからないみたいな方が結構多かったんで、そのレコードフィルターをまあ分かりやすい指数にしたレコフィル指数っていうのと、レコードフィルター的に爆発力がある条件、ブーストポイント、まあ、ブースト値っていうものをですね、無料でアップするようになりましたんで、まあ、開催日の前日とか、100% ね、その無料、有料コンテンツ、会員コンテンツを運営している立場上、そっちをまず優先しなきゃいけないんで、どうしてもね、最後の更新になっちゃうんですけど、ですし、あと更新できないパターンもあるんですが、まあ、できる範囲やっているので、やっていこうと思っているので、ぜひね、ブログのフォームにも毎週末アクセスしてもらえたら嬉しいなぁと思っております。あと、右側、テイクアップアームズ、こっちはまあ、会員コンテンツとしてやっております。で、毎週、まあ、ちょっとコースと指数の相性シートっていうのをアップしてみたりですね、このアームズ指数超活用の書っていうのをアップしたりしているんですけど、まあ、特にね、重症とかダートに強い指数なんで、バリバリ活用してもらえたら嬉しいなと思います。まあ、競馬新聞もね、競馬新聞をディスる気はないですけど、まあ、競馬新聞よりは、全然使えるものなので、はい。競馬新聞でね、高いですしね、競馬新聞自体が高い。で、まあ、別に、記者の方の二重丸とかを見たところで、それはもうに、それが人気を作っているので、あまり意味がない。予想人気が知りたいんだったら、別にいくらでも自分で考える方法はあるということで、うん、まあ、競馬新聞見て、勝てないって人は、こういうの使ってもらいたいなと思います。本当僕も競馬新聞見ることってないですからね。競馬場現地に行くときに自分の指数を競馬新聞にメモって前日に。で、持ってったりはするんですよ。なんでかっていうと僕パソコン持って歩くの嫌いなんで、もしかしたら落として壊れちゃうかもしれないじゃないですか。こんなたくさん競馬のデータが詰まったパソコンをね、が壊れちゃたまんないですし、まあもしかしたら盗難に遭うかもしれないし。うん。なので、だから昔その JRA 版の慰労会に呼ばれた時に、ね、競馬場、東京競馬場であったんですけど、パソコン持っていってないの僕だけだったっていうね。なんであいつはそのデジタル感がないんだみたいな目で見られましたけど、いや、実は僕競馬新聞にメモしたりとか、手帳に全部メモしたりして現地に行くんです。うん。まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、まあ、そんな感じでテイクアップアームズってものをやっております。で、まあ、初見の方にちょっとしたセールスなんですが、天取勝負パターンの見極め方っていう懐かしいですね。いつ書いたんでしたっけ ?2007 年。もう10年ぐらい前ですか下手したら。あ、9年かな。僕が初めて出した本です。ブログで書いてた、天取の話でオファーが来て書かせていただきました。もうでもね、これ今買ったとこで、何の意味もありませんよね。その昔のね、ジョッキーの話なんで、外人騎手もいないですし、まあ、戸崎騎手もいないですし、こうやって画面見てもね、やっぱアンカツさんの名前もあったり、中立ジョッキーもいますし、まあ、藤田真嗣ジョッキー、まあ、復帰できなかったですね、筆記試験で落ちてしまってね、北海道競馬落ちてしまった藤田ジョッキーもいますし、まあ、一番最初に好きになったのは僕、藤田騎手なんですけど、で、まあ、この見ていくと、今いない騎手もいっぱいいるのかな、どうなんでしょうね。もう覚えてないんですよ。ああ、武幸四郎騎手とかね。いるわけですよ。うん。なので、まあ、買っても活用はできないんですけど、
もしね、ブックオフとかで10円とかで売っていたら、買っておいていただければですね、もし僕と会った時にそれを見せていただければ、そうですね、ご飯をおごりましょう。10円でね、ただ飯が食えるっていう。なので買っといてほしいなという感じなんですが、あとミリオンダラバケンジとミリオンダラシボバは、まあ、全然今でも使えるというか、まあ、ずっと僕自身も使っているものなので、こちらを買っていただければなと思います。あと競馬サイクルの法則、今年は5月号にちょろっと、乗りました。昔は連載もしてたりしたんですけどね、最近はオファーがないですね。オファーがね、なくなっちゃったんですよ。本当にね、なんでしょうね。もう失礼な話なんですけど。こっちからね、売り込んでもいいんですけどね。なかなか、ここだけの話、難しいんですよ。競馬の本とか雑誌っていうのは、マニアックにですね、言いたいことを書いちゃうと、やっぱダメなんですよね。簡単に再現できる。例えば、回収率とか勝率がいいものよりも、それが悪くていいから簡単にできるものの方がウケるんですよ。だからほら、未だに競馬、なんですか、本屋とかで競馬見ると、例えば、あるじゃないですか、デメ本とか、あとは前走の着順を5レース分全部足して、ちっちゃい方から買っていくとか、なんかそういう簡単にできるけど、結果意味がないようなものの方が売れたりするんですよね、喜ばれたり。なので、極論で言えば僕もこのミリオンダラバ剣術の本で、書こうと思って書けなかったことっていうのはいっぱいあるんですよね。こうやったら回収率上がりますよっていうのをちょっと難しい、ひとひねりしたりとか、他のものを加えるのはダメだし。だから今世の中にある競馬の本を出してる人とかって、まあ、いっぱいいますし、僕好きな人もいっぱいいるんですよ、読む人も。うん。いるんですけど、あの人たちもおそらく、もう 99% の確率で、本当に書きたい部分は書けてないですね。絶対に、うん、これを加えることによってすごく回収率も上がるし、自分のプライドも満たされるし、読んでくれた人の役にも立つんだけど、なんて言うんでしょう、その再現するのに一手間かかるからダメみたいな。絶対ですね、そうなんですよ。だから料理で言うと本当に塩コショウ醤油砂糖ぐらいのとこまでしか競馬の本でね書かせてもらえなくて、じゃあそこに、そうですね。じゃあ僕で言ったら、じゃあ自分が好きなものだと、柚子胡椒とか、じゃあ山椒入れましょうとか、じゃあ一回、作った料理を、冷蔵庫に入れて、冷やして、もう一回温め直すと、旨味が出てるから味が濃くなりますよとか、そういうところまで行くともうダメなんですよね。そこはかけない。あくまでも誰でも持っている塩胡椒、砂糖、醤油、これで料理ができる範囲の範疇でしかかけないんですよ。で、結局じゃあ、それが書けないからどうするんだって言ったら、僕はメルマガとか、ブログとかで書くしかないということになるんですね。で、特に競馬最強の法則の方が、見た感じ、そういう傾向が強いのかなとは思いますね。競馬王さんの方はもうちょっと、マニアックにやっていいような印象が僕が見る範囲あるんですよね。うん。で、それでもまだ多分あの人たちは全然、書き足りてないし、言い足りてないと思います。うん、だからなんだって話をしてるんですけど、だから結果的にその、もっとね、データを扱える競馬ファンの人が、普通に増えてきて、逆に減ってるそうなんですけど、今、もっと普通に増えてきて当たり前になった時に、そういう本が多分出せるんですよ、みんな。っていうのは再現がしやすくなるから。やっぱり競馬新聞を見て、前走なん、例えば上がり3ハローなんだとかんやって、見ていくだけでも、多分競馬新聞で見る分にはすごく大変なんですよ。だからうちの読者さんでこのミリオンダラー馬券術をやってる人とかで、エクセルも使えない競馬新聞1枚でやってますっていう人もいるんですけど、1レースやっぱり下手すると何十分かかっちゃう。 で努力してやってますって言うんですけど、いや、それ努力なのかなと。本当にだってエクセルとか使えたりとか、例えばデータを扱えるんだったら10秒とか20秒でできちゃうことを、わざわざ20分30分かけて、なるべく費用を抑えてやってますっていうのが果たして努力なのかな。で、一日で言ったら週末に何時間も差が出てくる。で、その何時間で何かやれば、その分の回収できちゃうかもしれないですしね。もう極端に言えば、その競馬に、予想に使う時間を増やせば、回収が上がるかもしれないし、なんならその部分だけ、別にコンビニでバイトしたっていいんですよ。うん。だからね、そういうところがあるので、本当に表面のとこしか書けなかったりするんですよ。これが今後どうなっていくか。
多分僕はね、それは JRA1 がどんだけ頑張ってね、あの知名度を上げたりとか、競馬の初心者の人をいかに引き込むかっていうことをやるかどうかだと思うんですけど、 JRA がこれがね、大してやってないですよね。 JRA ってすごく面白い企画とかいっぱいやってるんですよ、あのホームページ見ると。ただホームページのリンク先にちょっとあって、結構いいお金も使ってすごいサイトを作ってるんですけど、全然知名度がないんで、そこを見てる競馬ファンなんかいないぐらいのことしかやってない。だから結局その、まあ多分次の画面で出ると思うんでちょっと切り替えますが、これですね、あの僕らが作った、僕が監修した馬シリーズ、これなんて競馬のマニアックな人に僕は向けて作ったんじゃないんですよ。当然あくまでもライト層の人が、あの競馬場に行った時に競馬予想のアプリってないのかなって言って Apple Store で検索した時に、こういう可愛い女の子のキャラとかがいたら入りやすいかなというところで、この馬シリーズを作って、で馬シリーズのこのキャラ全てに Twitter があったりとか、馬シリーズのホームページに行けばこの子たちが会話してたりとかっていうライト層をやっぱり増やそう。でライト層がそこからまたデジタル派になっていった時に、僕らみたいなあの競馬の本を書いたりしてる人が好きなことを書けるような土台もできてくるんじゃないかなっていうところで結構作ったりもしたんですね。あとは僕はあの競馬特番っぽいチャンネルってあのバラエティ番組、最近ねすげえサボって半年近くサボってますが、そうですね、いや僕みたいにわけのわかんないやつが馬のかぶり物してなんかやったりとか、あの競馬場でロケやってみたりとか、コントやってみたりとか、あとまあ、毎回そのなんだろうな、クスってしてもらえればいいかなと思って下ネタばっかり言ってみたりとかね、料理作ってみたりとかってやってるのも、やっぱライト競馬を知らない人が入ってきてくれたら嬉しいし、で競馬ってすごく面白いものだと僕は思うんですよ。レースとしてもギャンブルとしても、 もう最高の娯楽だと思うし、最高の職業でもできると思うんですよ。乗ってる側も買う側もね。で最近は馬主さんの知り合いとか、そういう競馬関係者の知り合いもちょっと増えてきてますけど、やっぱりみんな競馬を盛り上げたい、もっと見てほしいって思ってる。僕らもそうです。でだけどやっぱりその大元である JRA のやり方が下手であったりとか、どうやって初心者の人を増やしたらいいかわからないっていうところがやっぱあるんで、みんなね試行錯誤してると思うんです、なのでただみんながね試行錯誤してるってことは、僕はいつか叶うと思っているので、まだまだここから競馬盛り上がっていくと思いますし、競馬ユーザーが増えて、本当にマニアックに競馬をやることで、そのマニアック、今言うマニアックがすごくベーシックなところで、全員がその基準をクリアしてるぐらいの時代になった時に、多分すごく面白い競馬の本 を出せる人はいっぱいいると思います。本当に今競馬の本で有名な方々も多分その何十倍もの、ね、内容の本を、ね、出せるようになってくると思うので、そういうのをね、ちょっと僕未来を夢見て、まだまだ活動していきたいと思います。なんかすごく真面目になりつつも、なんか暴露話みたいになっちゃいましたけど、大丈夫ですかね、今回特別編は。いいのかな、まあいいや。まあそんな感じで、特別編ということで、そろそろ締めたいと思います。他にもねちょっとね動画やりたいことが最近いっぱいあるんで、まあ、競馬以外のこともねやりたいですし、まあ、近々いろんな企画も出てくると思いますんで、ぜひ、これからも、まあ、皆さん競馬ファンの一番じゃなくていいんでね、そうだな、30位ぐらいにね、竹内を思っておいていただければ、たまに面白いことが提供できますので、よろしくお願いします。ということで、竹内でした。長々とありがとうございました。さようなら。